まあ、今日のスナックっていうんですか、どんな企画なんでしょうかね。今日に関しては、はい、今日はあのいつもアイドリングスナックってことで、あの街にあのスナックとかあの居酒屋さんとかに行く前になんかちょっとアイドリングの場所として使ってもらいたいみたいなことでやってるんですけど、はい、今日はさらにあの腸活のあのなんだっけ、腸活コーディネーターの、はい、あの永瀬さんをママに迎えて、なんかそのスナックに来ながらさらにこう体にもいいそういう場にしようみたいなことで腸活にまつわるいろんなことやってるんですけど、今回なんかその 本も出されて、出品されて、そうですね、でその本を今日も 即売会も込みで今日やってもらおうってことで、でちょっと今日来てもらったっていう感じで、あの不定期に開催してるんで、はい、なんていうか雨 あの水たまりとかもほらずっとあるわけじゃないじゃないですか、だから、はい、あのたまにやるスナックってことで水たまりってことで、ええ、やっとわかりました。あ、そういうことです。たまにやるから水たまりなんですね、はい、あ、そうですね、はい、あのたまり場とたまり場っていう意味と、あとはそのそういうたまにやるっていうことで水たまりっていう名前で、今後としてはどんな予定なんでしょうかね。今度は9月14日にまた、はい、あの同じように開催、あの腸活じゃないですけど、はい、あのいつもの通常にやって、でまた今後もこう不定期にちょっと2人の都合があった時にあの面白がっていろんなとこに顔出そうかなと思ってます、はい、これきっかけでなんかその初めて神山田に来る人とかもこの外にもっと美味しいとことか紹介したりとか、地元の人と観光客の人がここでなんか情報交換とかして一緒にこう繰り出していくみたいな、そうなったら一番最高かなと思って。まずは初めのスナックっていう、そうですね、ことですよね、はい、そうですね、宴会の前とかスナック行く前とかにゼロ次会で使ってもらってもうすぐに飛び立ってくれみたいな、そんな、まさにアイドリングという、あ、まさにアイドリングです、はい、なるほど、よくわかりました、はい、今日はこれからなんでぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは、長野インターネット放送局と申します。こんばんは。今長野県は千曲市に来ておりますけども、今日はあるお店でスナックがあるというふうに聞いたんですけども、そこへ関係者お呼びしました。すみません、自己紹介お願いします。はい、腸活プロデューサーの永瀬みなみと申します。今日はですね、あのアイドリングスナック水たまりっていう、あの千曲市の上山田温泉で不定期に開催をしているあのスナックの一日ママとしてあのやっております。ところで千曲市のに住んでらっしゃるんですか。あ、いや私実は今日東京からやってきました。はいはいはい、はい、なので東京在住です。なるほど。永瀬さんはその千曲市との縁は何かあったんですか。はい、あのもともとですね3年ぐらい前からあの千曲市で毎年行われている千曲市ワーケーションにあの参加をしてまして、そこで、町内環境のセミナーとかをやらせていただいていたご縁で、あの今回一日ママとして腸活スナックをやらせてもらってます。出版をされたっていうふうにお聞きしたんですけども。そうなんです、今回ですねちょっとママに誘っていただいたのが、あの私8月にこの無理しない腸活というあの腸活の書籍を出させていただきまして、あのそれで今日はあの本買っていただいた方とか、あの元々そのセミナー受けに来ていただいた方があのお祝いをしてくださるということで、ちょっと一日ママとして立たせてもらってます。今日はあのスナックなんですけど、お酒飲んで楽しみながらあのお腹にいいお料理とかっていうものも、発酵食品とか食物繊維が豊富なものをたくさん使ったあの腸活ディナーっていうのをご用意して、みんなで楽しくお酒を飲んでおります。今日たくさんのお料理は食べ放題ということで、はい、セットされてますけども、なんか気に入ったのはあったんでしょうか。あ、はい、もうなんか全部すごい美味しかったんですけど、やっぱりあの千曲市産のお野菜とか、あと調味料も千曲市のお味噌だったりとか、うん、醤油豆だったりとかっていう、もうなんか千曲一色で調味料を作ってもらったのですごい美味しいです。今後はどんな風にこう千曲市とかかっていこうなんていうふうに思ってるんでしょうか。あ、
はい、もともと私がこうやって地区までたくさん腸活のセミナーやらせていただいたりとかっていうのが最初地区間に来た時は全く知らなかったんですけど、地区間に通うようになって、その地区間市内で作られてる農作物だったりとか発酵食品だったりとか食品っていうのがすごいそのお腹にとっていいものがすごく多いなっていうことにどんどん気づいていったっていうことがあるので、もちろん私は腸活のことを広めていきたいなと思ってるんですけど、一緒に千曲市のいいところっていうのも東京の人間なんですけど広めていけたらすごい嬉しいなと思ってます。夢に向かって頑張ってください。ありがとうございます。今日はまだこれからですね。そうですね、はい、人も増えてきたので、はい、水たまりスタックの真帆さん、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございます。ママ友でしたね。今日の料理のなんか特徴といいますか。特徴ははいですね、腸活のメニューになってます。はい、永瀬さんからすごいいろいろ教わって、そして、うんうん、こんな感じですね。そうですね、なんか発酵食品と食物繊維、発酵食品と食物繊維、食物繊維が多いっていうところで、その多い食材を使って今日は作ってます。例えばお味噌とかってことですね。そうですね、醤油、今日醤油豆が多いんですけど、はいはいはい、長野県の北信の方の特産で、この上に乗っているのが醤油豆なんですけど、はいはい、これが発酵食品でいろんなメニューにいろんな使い方で入ってるので、これなんか味付けにいいですよね、醤油豆って。大好きそれ。あ、そうですか、美味しいですよね。これがしょっぱい系の、しょっぱい味、はい、で醤油豆上に乗っかってて、でこっちは甘いデザートみたいな味なんですけど、でも醤油豆合うので、甘いのにしょっぱいのが合うっていう、はい、ぜひぜひ食べてみてください。どうですか今日のスナックは。あ、でも子供預けて、ほいほい、こうやって来たのが久しぶりなんで、出歩くのが、あ、へー、すごい気分転換に楽しませてもらってます。そうですか、はい、久しぶりの神山田はどうでしょうか。そうですね、楽しくなんかアットホームに、はい、はい、はい、お待たせしました。これは何ていうカクテルですか。これは何ですか。今日これはね、チルハイボールです。です、ハイボール、はい、チルハイボール、はい、チルハイボールって言って、ボタニカル焼酎っていう、へ、このチルグリーンっていう珍しいやつを炭酸で割ったハイボール。すっごい香りがいいですよね。うん、すごい爽やかで独特の、うん、今日ここへ参加するのは初めて。いや、3回目ぐらいです。あ、すごい、すごい。じゃあ全部パーフェクトじゃん。いや、1回来れてないんですけど。あ、そうなんだ、はい、どうですか参加してみて。あ、じゃあ違う。まあそうですね、これからちょっといっぱいいろいろ食べるんで、まだこれからなんですけど楽しみに食べたいと。エリーさん、今日のカレーの特徴は何でしょうか。今日はイベントが腸活っていうことだったんで、はい、ちょっと腸活をイメージして腸にいいものってことで、ヨーグルトとあとはキノコを5種類ぐらい入れたカレーに仕上げました。まあ、今後もカレー、研究されてると思うんですけども、カレーで目指すところは何でしょうか。まあ、そもそもきっとみんなカレーって元から好きだと思うんですけど、はい、さらにこういろんなたくさんのジャンルでカレーっていっぱいあるので、うん、もっといろんなカレーをみんなが知ってもらえるように、うん、いろんな国のカレーとかそういうものとかも食べてもらえるように自分で勉強して提供していきたいなって思ってます。はい、みんながいっぱいもっとカレーのことを知ってもらえるように活動したいと思います。はい、あ、ありがとうございます。心配が勝つやつ。大丈夫ね、なったってあるじゃない。ガッチャンガッチャン。ありがとうございます。さすが。はい。お前指さすの。なんかもう落ちちゃうよ。何個言ってるの。え、もう久しぶり。よかった、お会いできた。
柔らかいのダメだ。クリームチーズと。え、形ちゃんとあります。え？え、違う違う違う、だってさ、柔らかいにもいろいろあるじゃん。絶対取っても使えないやつだと思うけど、これを言う？え、ごめん、そういうかい？上にはちょっとこう、形のあるやつと、下には液体状のやつがある。いる。あ、出しちゃうとね。いる。酒だよ。飲みすぎやね。どこなの考えたの？やめろよ、酒。はい、みんな、うんこ、うんこだよ。あのちょっと余って持ち帰るのきついなと思って2つ減らしちゃったんですが、あの気にかけていただいて本当に嬉しいです。ありがとうございます。今日美味しい料理を作ってくれた小林さんと店長もありがとうございます。Yeah.